お花ってその人の気持ちを代弁してくれる、いろんなメッセージをお伝えすることができる、そういうところにすごく魅力を感じます。アルプスピアホームプレゼンツ、街の翼、信州きらりびと。この番組はアルプスピアホームがお届けします。フラワーデザイナー上条千佳さん、ブライダルのフラワーコーディネートをはじめ、アレンジメント教室の講師など、花を通してさまざまな活動をしています。小さい頃から植物が大好きだった上条さんがこの道を志したのは20歳の時、母親の誕生日にオーダーした花との出会いがきっかけでした。花屋の修行を経てフラワーデザイナーとしてスタートを切りますが、大きな壁が立ちはだかります。かっこしいだか八方美人だとかいうふうに言われて、なんかそう言われると自分もそういうふうに、そうなのかなって、自分っていうものを持っていないのかなって、個性が私にはないのかなっていうふうに思い始めて、これまで培ってきたものすべてが吹き飛んでしまった瞬間でした。それでも自分の信念を貫いた上条さん、それはお客様の思いを花で伝えること。地道な活動は次第に大勢の人に評価されていきます。もしかしたら人に対して合わせたりとか、その人の気持ちを引き出してそれを形にすることができるんじゃないかっていうふうに思ったんですね。それこそ私の仕事なのかなっていうふうに思って、キラッと光る個性では決してはないんですけども、違った意味での個性っていうものをやっと見つけられたっていう。人を笑顔にする花を、今日も上条さんは花に思いを込めます。この番組はアルプスピアホームがお送りしました。